海津駅は、愛知県豊田市海津町片坂にある、愛知環状鉄道線の駅である。愛看板坪駅とともに、周辺地域住民増加と愛知万博開幕に、合わせて、同市の要望により、駅が新設された。駅番号は15、中京大学豊田学者前の副駅名が、与えられている。単式一面一線ホームの駅員時間配置駅。学生が多く利用する、 時間帯に合わせて窓口が営業している。バリアフリーの対応として、駅南側に一機のエレベーターを配置。無料駐車場が2012年4月より有料化した。駅舎は、福駅名にもなっている、中京大学豊田キャンパス内の建物の外観に似たデザインになっている。現在は、駅すぐの北側2上下1車線ずつの振動が建設されたが、 その道路から直接駅へのアクセスはなく、一旦急道へ出て南側へ回り込まなければならない。駅の北側は田畑。周辺は住宅もある。豊田市統計所移動等円滑化取組報告書によると、当駅の1日平均乗降客数は以下の通り推移している。企業情報遠隔愛知環状鉄道 AB、愛知環状鉄道の30年年表。 愛知環状鉄道株式会社2019年とか乗車券のサービス開始日について愛知環状鉄道オリジナルの2019年6月2日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 6 0 2 0 7 2 3 2 8 h t t p w w w a i k a n r a i l w a y c o j p p d x p r e e s r e l e s e 3 0 1 2 8 pdf2020 年11月8日閲覧。オープンデータデータ提供とよた統計書と田市、移動等円滑化取り組み計画書、報告書愛知環状鉄道。ありがとうございます。